どうも、コーズです。今回ですけども、本日7月の15日ということで土曜日なんですけれども、今日はね、アルビ対コンサドーレ札幌の試合を新宿、区役所通り店、ハブ新宿区役所通り店さんに見に行こうというふうに思ってるんですが、両ティーバックさんが待ち合わせに10分遅刻するということなんで、ちょっと先にね、ちょっと冒頭をちょっと取り始めました。はい。今日ね、鈴木浩二スタメンなんですよ。で、サブにね、フォワードの控えが太田ぐらいしかいないから、多分フル出場前提なんじゃないかなというふうなところは、まあ楽しみだし、まあ帰ってきたんでかいね。うん。というところですね。うん、注目。あとは、まあ、富山戦の影響がどれほど残ってるか。ライブで、中断で、ね、10時40分まで試合をした、天皇杯3回戦富山戦ですが、まあその影響ですね。それに出場したメンバーも何かメンバー入りしているので、そこがどうなのかというところですが、まあ、ちょっとね、両ティーバックさん待たなきゃいけないんで、ちょっと待ちたいなと思います。はい、ということで、おはようございます。おはようございます。両ティーバックさんです。はい、はい、今日は、ハブ新宿区役所通り店さんで、アルビ対コンサドーレの試合見に行くと。おい、はい、京都戦以来だけど。そうね、そう、京都戦がクソつまんなくて、亮太郎最後の試合なのにこの出来みたいな。そう、だし俺なんかさ、席の問題なのか俺の視力の問題なのか分かんないけどさ、いまいち試合をちゃんと見れてなくてぼんやりざっくりを把握してしまってて、全然視聴者の方の方がレビュー上手っていう、こうでしたよねみたいな。そう、京都戦はなんか本当にダメな試合だったらしい。見てた人にとって俺らちゃんと見てなかったなっていう、ただなんかつまんない試合で負けたなっていう、そう伊藤亮太郎頼みのクソサッカーが機能しなかっただけの試合みたいな。そう、今日札幌です。マンツーマンで札幌来るみたいに言われてるけど、単純に札幌強いのよ。やばいよね。攻撃陣すごいのよ。金子拓郎がいて、浅野弟がいて、でスパチョークがいて、スパチョークがいるから。そう、だから小柏くん、小柏は今日いないね。いないの？怪我だと思う。小柏はいないのでかいね。でかい。小柏はいないのはマジ。ただ狛江がいるっていう。狛江がいるのよ。あ、ミシャサッカーの申し子狛江。でも今日めっちゃ楽しみ。いや多分いい。サッカーとしては。そう、サッカーで絶対打ち合いになるから。で鈴木浩二スタメンだから、絶対打ち合いになるから。今日だって今現状のベスメンじゃない今日のスタメン。まあ、そうだね。富山戦まさかの10時40分までやるっていうあれがなければいいコンディションだっただろうけど、まあとはいえ面白そうですよ、ね。まあ勝つか負けるかですから、まあ、で俺この前さ、その札幌の練習場見に行ったのよ。札幌行ったことがあって、そう、宮の沢っていうところの練習場行ったのよ。コンサドーレの練習見に。でやっぱりね、その練習内容は触れられないらしいんだけど、すげえなんかやっぱミシャ監督の威厳がすげえ、やっぱ圧というかオーラがある。うん、だしもう自らあんだけ足悪そう、歩くのしんどそうなのに、めっちゃ熱血指導っていう。いい監督なんだね。いやだからあれは選手の求心力高いだろうなと思うし、普通にワンタッチワンタッチのプレーがまあまあ多いから、アルビ的にはやっぱり個でその剥がされないとか剥がし切るとか、ところが超重要になってくるのかなと思われます。今日の見どころですね。今日の見どころです。だから個で、これ松橋監督前日会見でも言ってたけど、個でどんだけやれるか、五分五分をいかに6、4、7、3にするかみたいな、そこ結構重要。なるほど。そう、そこに注視しながら楽しみたいと思いますけど、まあ、特に松田注目ね。最近調子いいから、松田ね、松田ようやく出れてマジなんか去年より全然いい気がする。去年よりいいよね。なんかいいところがちゃんと出てる。そう、松田の良さが、そうだ、ダニーロがダメで太田も怪我長かったから、ようやくね、ようやく出番が来ました。はい、というわけで、はい、着きました、ハブさん。はい、飲みましょう。はい、乾杯。ちゃんと右足のスピードで、ね、追いつきまして、シュートを打てる人
うまいね。ブラウンザーで勝った時は。ね、ちゃんと打ったね。はい、いや、いいディフェンス。いや、3バックの塊だよ、これ。うまいね。いや、危険。ミドルシュート警戒。こんなに渡辺太陽ができるようになるぞ。いや、マジでさ、渡辺太陽って言ったらいいぞ。むしろもう全部に信頼してる。マジで渡辺太陽って要だよ、ね、要誰より今感動あるし、感動あるよね。若手なんだけどね、まだ。いや、すごい潰されてるな。触れそうだよね。俺が札幌の分析官なら鈴木に仕事させるなっていう。ナイス。藤原聞いてるね、地味に。毎試合そうだけどさ。ブガ全部あそこが減っちゃってね。今日ハーフスペースめっちゃ狙われてるよ、新潟のハーフスペース。てかスパチョークうまいね、普通に。わー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 、やめてーなー。そうそう、これはいはい、これの大きいの。なんでこんな世界も取れないの、今日。やばいね、え、今日全然全然セカンドボール取れない。さあ、カイトタクのレンジングが終了。うわー、うわー、うわー、うわいや、鈴木だよ、決めてくれんのは。でけー、藤原だ、藤原だ、藤原からの鈴木だ。やっぱり、もうこれ偽サイドバックの真骨頂ですよ、今日。いや素晴らしい。あー、いいですね。これよく勝ったね。いいですね。いや、藤原、なんでそこに藤原そうやだよ。あー、すげーわ、いいわ。やっぱ、まずサイドバックだな。サイドバックで、要サイドバックだな、新潟は。待機じゃないよ。待機じゃない、待機じゃなかった。藤原と藤原と要だった。いや、このワンチャンス決めたのでかいね。まずチャンスなかったからね。でかいでかい。メネス。これ、まずいんじゃない？イエローで済む？どうだった？だって VR 退場の可能性出てるよ、うん、割とだって決定基礎でしょ。あ、誰？あれ？大輝？ドクソじゃない？ドクソ、俺たちの大好きなドクソ。あらいか、まあまあだよ。まあまあじゃないよ、ね、厳しいよ。スピード足りなかったからもう外すしかなかった、ね、これどう言われんだろう。まあ多分このまま VR ですよ。入んないっしょ。よかったよ。なし、 VR なし。 VR 仕事しないね。まあまあでもいい位置だから。福森いないのが御の字で、フリーキックうまいね。フリーキックは悪魔の左足がいないから、今日サブだから。ほらほらほら、これはまずいよ。だってゴール方向でしょ、ね、でも完全に抜けてたし。オンフィールドレビュー、体重を確認するんだよ。いや、いやーやばいな、これあるね。だってもうあそこ抜けたら1対1だもんな、ね、あるよ。いや、マジのマジのドクソ。いやーいや、見るな、そんなに見るな。何見れば見るほどそうなるんだよ。見れば見るほどそうなるんだよ。いやーいやー、さあ、上田雅也さん、
決断。お。終わった。ベッド。会場。これきついね。きついわ。プレー的には全然なあれだって。いやでもあれ場面が悪いな。そう、場面が悪いんだわ。いや荒い会場ですわ。やだんだけど。やだんだけど。やだんだけどこの展開。これ見てね。やだんだけど。これきついよこの展開。もうファウルじゃん、いいじゃん。タクミいいじゃん、今日タクミいいよ。いいよ、タクミ。いいよ、タクミ。いけいけいけ。前運ぶ、前運ぶ。しました。やりましたね。いやなんか久しぶりになんかいい試合見たなって。いい試合見たね今日ね。めちゃめちゃいい。あんだけあの魂を揺さぶられる。いや粘ったね。いやマジでよかった。守り切って。いやよかったわ。ね今日いい試合だったわ。だし普通にあの勝ち点的にもでかい。そう。なんかみんなの気持ちが伝わったね。ね。いやでかいでかい。めっちゃでかかった。ということで。はい、どうですか、なんか感想、もうそれ以上ないか。まあまあまあ、まあ、ここで言うと、うん、まあでもやっぱ巧みだな、後半の巧みな、うん、あんだけ新座を舐め続けた新潟のサッカーにおいてね、うん、ここで効くかっていう、ここで巧の泥臭さがさ、うん、こんだけ生きるかっていうほどの展開だったね。やばかった、なんか、ね、みんな応援してたもんな、たくみをね、もうたくみ頑張れっつっ て, ってそう、いやあれでかかったわ。いやマジで全員戦力になりつつあるのよ。ただこれで補強なしはやめてって思う、まあね、補強なしありそうだからさ、うん、今日はすげえ、まあ、監督の采配もまあ素晴らしかったと思う。まあね、なんか割り切ったじゃん。まあね、まあただ俺は鈴木は残しておいてもよかったと思うよ、まあまあまあ、そこだけはそう。まあでも長谷川入れたのは正解だね。正解、うん、いやよかったわ、素晴らしい、素晴らしかった、いい試合でしたね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた次は、5日の国立決戦名古屋戦。そうね、これは僕はね両ティバクさんじゃない人と行くんで、はい、あれですけど、まあ、現地でお会いできたら、はい、ということで、はい、ということで、で12日の湘南戦は俺はもう新潟行きますんで、新潟行きまくり、そう、いってらっしゃい、そんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。